もうさらにさ、さらにちょびっとさ、ちょびっと出かけてくるからな。なしプロで留守番頼むぞ。よろしくな。今日はとっても暑いですが、まあ、ともかく行ってきます。今日は海を見に来ました。非常に暑いです。夏の雰囲気ですな。今日はそこそこ風があります。今日はあまりに暑いんで、わざとあんまり喋らないようにしてきました。ね、これが根津川堰って言って、昔堰町があったエリアですね。今年の春、雪解けてすぐに、セマスで、この根津川堰に来まして、あそこにある堰のところに、自転車を、追っかけたんですけども、その時にズルズルズルっと滑りまして、で傷がつきました。それでこんな感じでね、養生をしております。ここは山形県の根津川堰の、年中の松の庭園で、まあ、なんだっけな、お一人様100円以上のご協力ということなんで、そこ
これをして、これ知る人ぞ知るすごいとこなんですよね。あの昔見てびっくりしたんだけども、なんかすごく昔からの松なんですよ。すごくそうだ、400年の松で、樹齢400年の松で、日本一の松だと、なんかそういうことですよね。すごいです。ともかくすごくて、でもあんまりね、そして気持ちいい風をね、YouTube とかに載せることはできませんが、とっても気持ちいい風ですね。こんな感じで、これ一本松なんですよ。これね、あの竜みたいですけど、竜っていうか、なんて言ったらいいのかね、このわかりますか、この松。これ松なんですよ。私もね、60年も生きてますが、しかもこれは私の生活圏エリアです。厳密に言うと県外なんですけど、生活圏内で、大手スーパーさんなんかもこちらの県の属するところに、県境に住んでるんでね、来ます。すごいですよね。それでこういい風来ますね。ここで私はビール飲みませんけど、生ビールなんか飲んだら美味しいでしょうね。いい風来ますわ。ここで昼寝してね、帰りたいくらいですね。とってもいい感じです。今日すごく暑いんですけどね。この水が関、昔は関所があったとこですよね。誰もいませんけどね、とっても暖かでいいところです。ちなみに自転車またケバケバしくいろいろとこのテーピングをしております。どこが悪いわけじゃないんですけど、なんかテーピングが好みになってます。あとこの、GoPro のオンオフスイッチは腕につけてると視線を照らして危ないので、こういうふうにここにつけました。これ切ります。さあ、それではね、ちょっとまた走ってみましょうかね。いや、気持ちいいやですね。万作あけびとかいろいろね書いてある。じゃあ初めてウルターロックしたんでね、あとここにほたらかしにして、本格的な地球ロックじゃないけど人いっぱいいるし、まずこれでちょっとソフトクリームすぐ買ってきたいと思います。このようにすぐ落ちます、ね、すぐ溶けるんですね。風強いし、きれいに食べようと思ってもいいですね。うまいです。
なんとなく GoPro つけてこういうスポーツドリンクを飲むとなんとなく運動したような気になりますが、実はポタリングっていうかゆっくりなんであまり運動にはなってません。はい、関所跡にせっかくなんで関所跡に来て、ここが関所跡でございますね。関所ね、関所があったと。